クニドスはアナトリア半島にあった古代ミリシアの都市でドーリア人のヘクサポリスの一つ。場所は現在のトルコのギョコバ湾に面したダッチャ半島にあり、地元ではテキールと呼ばれている。クニドスの一部は本土にあり、一部はトリオピオン島、またはクリオ岬にあった。島か岬かについて意見が分かれるのは古代に橋によって結ばれていたという事実に起因する。 現在は狭い砂の地境によってつながっていて、リベボーイヌ岬と呼ばれている。橋を架けることによって、島と本土の間の海峡に二つの港が作られた。そのうち南側の大きな方は、今でも完全な状態で残っている。二つの強固な、作りの特定に囲まれていた。クニドスの全長は1マイル未満で、城壁内の全地域は建造物の遺跡が密集している。島。 本土両方の城壁は全体で感情をなしている。多くの場所、特に町の北の端にあるアクロポリスの周囲は際立って完全である。この遺跡が西洋に知られるようになったのは1812年のディレッタンティ協会の業績と1857年から1858年にかけての CT ニュートンによる発掘に追うところが大きい。国土寸前系アゴラ、劇場。 オデオン、ディオニューソスの神殿、ムーサの神殿、アプロディーテの神殿、それに、たくさんの小さな建物が、これまで確認されており、都市の概要はかなりはっきりとわかっている。プラクシテレス作の、その代わり、後の時代の複製が残っていて、その一つは、バチカン美術館にある、神殿の境内で、ニュートンが発見した、デーメーテールの座像は、大英博物館に送られた。 またニュートンは都市の南東約4 8キロメートルのところで壮麗な墓の廃墟とペンテリコン三大理石の塊から作られた長さ3メートル、高さ1 8メートルの巨大なライオン像を見つけた。ライオン像はコノンがスパルタを破った紀元前394年のクニドスの海戦の勝利を記念したものだと見られている。クニドスの効果のエングレービング。描かれているのはプラクシテレスの クニドスのアプロディーテイクニドスは、太古の都市で、ギリシアの、おそらく、スパルタ人の植民都市だった。コスシマ、ハリカルナッソス、それに、ロドストのリンドス、カメーロス、イアリソスといった都市と共に、クニドスは、ドーリア人のヘクサポリスを形成し、トリオピオン・岬では同盟の会議と、アポロオン、ポセイドオン、ニュンペイたちを祝う三大競技が催された。クニドスは、最初、 60人のメンバーから構成され、一人の行政官が議長を務める加藤生の元老院によって統治されていた。古い一族の名がかなり後の時代まで続いていることが、名によって示されているが、その構成は一般の人気に左右されていた。クニドスの場所は商業に適していて、クニドス人は相当な富を蓄え、それでリーパリ島を植民地化したり、 アドリア海のコルチュラ島に都市を建設した。しかし最後には、大、キュロスニクス氏、エウルメドンの戦いからペロポネソス戦争後期に、かけては、アテナイの支配を受けた。さらに、勢力を拡大したローマ帝国にもクニドス人は、あっさり忠誠を誓った。ローマは、アンティオコス三世に対する火星への褒美として、クニドスの自治を許した。東ローマ帝国の時代は、 まだかなりの住民がいたに違いない。ビサンティン建築に属する多くの巨大な建物が廃墟の中に含まれるためである。キリスト教の埋葬所も近隣に普通にある。といった人々が歴史上、名高い国と主人である。ありがとうございます。